皆さんこんにちは。大会が終わってもう増量期に入ってるんですけど、今回の僕の増量期のテーマが高重量をしっかり扱っていくっていうことを一つ置いてるんで、その高重量を扱っていく目安として 5RM を伸ばしていくっていうのをちょっと今回はテーマに置いてトレーニングやっていってます。でまずはじめに RM って何かっていうと、まあ、RM 正式にはレペティションマキシマムっていうもので、まあ、レペティションっていうのは反復、まあ、筋トレでいうと回数何レップとかっていうんですけど、そのレップの正式名称っていうのはレペティションって言います。でそれのマックスマキシマムが RM っていうものになってきます。まあレペティションマキシマムの頭文字を取って RM になってます。 1RM だったら1回だけ上げることのできる重量、今回僕が伸ばそうとしている 5RM っていうのは5回ギリギリ上げれる、まあ引けるとか5回扱える重量、5回ギリギリ扱える重量を伸ばしていくっていうものになっていきます。今日は腕のトレーニングやっていくんで、腕のトレーニング、まあ、三頭筋であったら 5RM を伸ばしていくのがこのナロープレスになってきます。まあ、ナロープレスっていうのはバーベルを使っていくんで高重量を扱っていける種目になってるんで、まあ、そこで 5RM を今回は伸ばしていくっていう感じでやっていきます。なので今日もこのナローベンチプレスを3セットやっていきます。で回数5回で3回切ったら重量1段階落とすっていう感じでやっていきます。まあ、ナローベンチプレス3セットやっていって、まあ、段階的に重量を上げていけて、最後80キロで5発できたんで、まあ、次回やるときは 82.5 とか85キロとかに設定して、また 5RM 更新していくっていうような感じで、まあ、今後の腕トレやっていくような感じです。で2種目目は今度イージーバー使ってスカルクラッシャーやっていきます。でこれは回数8回から12回ぐらい、まあ、いわゆる筋肥大レップっていうやつですね。まあ、これで前回35キロで8回できてたんで、まあ、今日は 37.5 キロとかにセットして、また8回から12回できるようにやっていきます。3セットやっていきます。じゃあ3種目目、今度はベンチ角度をつけてイージーバーを使ってライングのエクステンションやっていきます。ストレッチ狙いの種目なんで、これはもう回数12回から15回ぐらいの、中重量で3セットやっていきます。でその後に今度ダンベルのキックバックと向こうのケーブルの、プレスダウン、これを15回ぐらいできる重さにセットして、それぞれ3セットずつやっていきます。まあ、5RM を軸にやっていくトレーニングのメニューの組み方っていうのはこんな感じです。
まあ、最初に高重量を持ってきて、中盤から中重量で、最後低重量の高回数でやっていくような感じです。まあ、毎回ファイバー RM やってると、まあ、関節に負担乗っちゃったり、疲労がなかなか抜けにくいっていうのもあると思うんで、例えば1週間に2回腕のトレーニングをするとしたら、そのうちの1回は、まあ、ファイバー RM でやって、でもう1回は、中重量とか低重量でやっていくような感じのメニューの組み方でやっていくと思います。でこの後二頭筋を全く同じファイバー RM から始まって、セット数レップ数三頭筋と同じような感じでやっていくんで、まあ、興味がある方は見ていただいて、興味がない方はここでチャンネル閉じてください。まあ、二頭筋もこんな感じでトレーニングやっていきました。ファイバー RM を軸にメニューを組み立ててやっていきました。まあ、今日みたいな感じで、まあ、今日は腕だったんですけど、胸とか背中足に関しても、まあ、しばらくはちょっとファイバー RM を伸ばしていくようなメニューの組み方で、やっていこうと思うので、皆さんよければ参考にしてみてください。もしこういう動画参考になったら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。バイ。